動画を見ていただいてありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この動画面白いと思ったらコメント高評価チャンネル登録お願いします。2泊3日岐阜旅行第10話、まさかこんなに長いシリーズになるとは思ってもいませんでしたけれども、さてガイドブックを見て僕が惚れ込んだ町屋カフェがあるんですね。で今回はその町屋カフェを3つセレクトしまして、それを皆様にご紹介したいと思います。なのでぜひ最後まで見てください。それでは今回の旅も始めていきましょう。最初の町屋カフェはこちらのカフェ青さんです。僕がガイドブックで見て惚れ込んだカフェの一つですね。早速中に入ってみましょう。ごめんください、この先にカフェ青さんがあります。でここは靴を脱がないといけません。脱ぎます。これだ、これが僕が見たガイドブックに紹介されてたスフレロールですね。今日はこれを皆さんにご紹介して実際に食べてみたいと思います。12時台で人がいっぱいいるかなと思ったらそんなこともなかった。席に案内された時間にこれですよ。この庭がお出迎えしてくれる。そしてこれがガイドブックに載っていた景色そのままこの席使っていいということなんでここに座らせていただきました。その他店内の方はこんな雰囲気になっています。天井とか雰囲気すごくいいですよね。今回スフレロールとコーヒーをオーダーしました。あんまり期待できる感想が言えるかどうかちょっと自信はまあ毎度のことながらないんですけど、待ってる間にこういこれは多分お砂糖このまま使えるのかな。ここにガムシロとあとポーションがあります。クリームのポーションですね。メニューはこんな感じ。これはガイドブックに載っていたカフェ青さんのおすすめスフレロールです。一緒にアイスコーヒーも注文してみました。スフレロールの方なんですけど抹茶を練り込んであるのかな。この緑色が鮮やかで綺麗ですよね。何にしてもお庭の雰囲気がとても素晴らしい。これもともと酒造屋さんの建物を利用して作ったカフェなんだそうです。まずアイスコーヒーをね。おいしい、おいしい、なんてことをやってる。スフレロールね、いただいていきましょう。これを切っていきます。切れるかな、ね、あんまり器用じゃないから。でもなんとか切れた、切れましたよ。あんまり上品ではないかもしれない。いただきます。やっぱりそうだ、これね抹茶の味だ。上品な抹茶の味がします。あんまりしつこさを感じない。やりすぎた、こんなんなっちゃいました。ごめんなさい、あんま切り方がうまくなくて。いただきます。最後の一口です。大雑把な大きさでカットしてしまった。じゃあいただきます。スフレロール完食しちゃいました。いただいちゃいます。このままいっちゃいますね。みずみずしくて美味しい。パッといけちゃいましたよ。ごちそうさまでした。まずは1軒目カフェ青さんでした。ありがとうございました。では2軒目の町屋カフェ行ってみたいと思います。今回の町屋カフェ全て上三の町周辺にお店構えていらっしゃるので通いやすいと僕は思っていますね。この動画でご紹介する2番目の町屋カフェ、こちらが飛騨高山茶寮を三つ葉さんでやってるかな、間違ってたらごめんなさい。ここに説明があるんですけど、町都市より野外宅跡それをカフェとして改築利用しているお店なんだそうです。ということでこのお店入ってみたいと思います。行ってみましょう。あ、ここ、うわー、いい感じのところ。いやもう空いてたらここをお願いしたいなと思ってたんですよ。
テラス席案内していただいたら、こんな素晴らしい中庭がありました。これでいただくラテは本当最高でしょうね。オーダー QR 表を使ってスマートフォンからオーダーができるみたいです。席に着くと、こんな中庭の様子を見ながら落ち着いた時間を過ごすことができるみたいです。こんな素晴らしいラテーマとか来ました。サルボボできるかどうか自信はないですが、ということで本当にやってくださいました。本当感謝です。感謝しかありません。ではこれをお庭の方も見ながらいただいていきたいと思います。じゃあこのラテアートいただきます。だいぶ熱くなってきましたね。ああ、うまい。おいしい。ミルクの味がしっかり効いてる。砂糖がせっかくあるのでちょっと入れていきます。なんかもったいないですけどね、かき混ぜるのが。絶対怒られるなこれ。絶対叱られてしまう。じゃあいただきます。あ、一気に飲みすぎた。一気にやりすぎた。あっちゃい。ああいいなこれ。ラテの味がこう口の中でふわっと広がっていく感じ。説明上手じゃなくてすみません。というわけで、木田高山茶寮水和さんのラテアートいただきました。ごちそうさまでした。というわけで、今回の動画の2つ目の町屋カフェ、飛騨高山茶寮水和さんでした。ではいよいよ3番目の町屋カフェに移動しましょう。最後に訪ねる町屋カフェさんは上二の町の中にあります。この方角にあるそうなんで行ってみたいと思います。飛騨高山町の体験交流館、こんなのもあったんだ。中で食事もできるみたいです。問題はお店が開いてるかどうかなんですけど、ああ残念、ここだったんですよ。ここ花風花さん、なんでかっていうと、この2階から綺麗な景色が見られるっていうんで紹介されてたんですけどね、残念です。今日は臨時休業でした。あ、こういうこともあります。突然足運ぶわけですからね。まあ、ちょっと残念な形にはなってしまったんですけれども、よかったらこちらの花風花さん足運んでみてください。というわけで、今回の動画はこれで締めたいと思います。今回の動画どうだったでしょうか。もしよかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。